第2回アコギ話。今回は僕が持っているギターのお話をしようと思います。僕が持っているギターは高峰の PT412 というギターで、ニューヨーカースタイルと呼ばれているギターですね。サイズとしては、シングル O とも、そのサイズの、ね、名前で呼ぶこともあるということですね。これがですね、僕は自分で選んだわけじゃなくて、もう本当にずいぶん昔に友達に譲ってもらったというか、定価がいくらだったかな、その当時多分13万ぐらいのものを友達が持っていて、まあ、理由はわからないですけど譲ってくれたということですね。3万ぐらいでね。で、僕はそれをちょっとずっと置いたままだったというか、まあ、よくあるあれですよね。ギターケースに入れたままずっと保持、持ってるのは持っていたんですけど、演奏することとかほとんどないみたいな感じでね。もうそれをまあ本格的に弾くようになったのは5年ほど前からですね。そうなんです。そのギターが今日はニューヨーカースタイルと呼ばれていることについてですね、そのことについてお話しようと思います。前回ですね、マーチンギターの話をしました。マーチンとギブソンですね。で、これは、まあ、そこから話し始めたのはやはりアコースティックギター、アコギのこう基礎というか、全ての始まりというか、それがやっぱりマーチンギターであると。その中でも D28 というモデルがありまして、それがですね、まあ、それをもとに全てのアコースティックギターができてきたと言っても過言ではないということからですね、そこから話しました。それで高峰というのは、まあ、日本のメーカーなんですけど、ギターメーカーなんですけど、やっぱりそのマーチンのギターを元に作っていったものだと思いますので、だからですね、まあ、どっちが先かっていうとね、あれなんですけど、僕はこの高峰のギターを先に持っていたので、高峰のギターの今持っているこのニューヨーカーというこのサイズがね、割と小ぶりなものなんですけど、とか見た目がすごく気に入って、で5年前からですね、そうやっても本当にギターとかにももっと興味を持ち始めた頃に、マーチンのギターをね、やっぱり好きになったというか、だからどっちが先に影響あったのか分かんないですけど、でも昔やっぱりギターをね弾いてる人がかっこいいなって思ったのって、アコースティックギターを多分クラプトン、エリック・クラプトンとかの映像をね見たんだと思うんですけどね。曲とかはそこまでその当時もね、あの知らなかったとしても、そのスタイルというか、そういう見た目というか、そういうのがすごくかっこいい印象があったんだと思います。はい、それでたまたま手に入れたこの高峰の PT412 というニューヨーカースタイルのギターなんですけども、アコースティックギターなんですけど、まあ、これ前回お話ししたね、あのエレアコとも言いますね。このピックアップもついていたので、それなんですけど、この見た目をやっぱり好きっていう方が多くてですね、じゃあなんでこのニューヨーカースタイルというのかっていう話も今日は調べたんですね。お調べしたのでお話ししたいと思います。このギターをちょっと外に持ち出したりした時に、何回か言われたかな、そのお店の人とかに、これクラシックギターですかって言われたことがあるんですね。まあ、クラシックギターの話とかもしだすとちょっともう取り留めがなくなるというか、なので、まあ、そういう見た目が似てるということですね。そのなぜそうなのかというと、ヘッドですね、ギターのヘッドの部分、まあ、天神とも言うみたいですね。この部分が、穴が開いてると、このね細長い穴っていうのが、これがスロットっていうみたいですね。このスロットが開けられたヘッドストックっていうんですか、ヘッドのことを
これをスロテッドヘッドと言います。これが結構特徴みたいで、そのギターの歴史を紐解くとですね、まあ、なんと紀元前3700年くらい前まで遡るらしいので、その、まあ、近代ギターというか、それはやはりここ100年ぐらいということでですね、そのエレキギターが当然登場したのはアコースティックギターの後なので、その最初のモデルですね、アコースティックギターでこう最初の頃にからあったモデルということですね。でもその基本的なアコースティックギターのモデルというのは、先ほどお話したマーチン社の D28 というモデルです。でこのモデルの特徴というか、両極端になると思うんですよね。そのサイズ的に僕が持ってるこの高峰のギターというのは小ぶりなサイズだと思っていただいていいんですけど、これが、シングル O というサイズだとして、その D28 というマーチンのギターは大きいですね。このドレッドノートという呼ばれるタイプになるんですけど、ドレッドノートは多分3番目か4番目ぐらいに上からね、大きいサイズだっていうかね、多分スーパージャンボとかジャンボとかいうサイズがあって、その間にまたもう一個サイズがあって、その後ドレッドノートだったかな、多分そんな感じだと思うので、まあ、ただサイズの話、ギターのサイズの話にしてもまたすごくこう話が長くなっちゃうと思うので、それはまた別の機会にやろうと思うんですけど、そういう意味で僕の持ってるこの高峰 BT412、 僕が最初に持ったファーストギターですね、これはどちらかというと小ぶりな、まあ完全に小ぶりなんですね、あのサイズだということですね。まあ小ぶりだということで、とても抱えやすいです。まあ肩も凝りにくいですし、まあ僕はね、もう最初からもうこれがほとんどこの形で、あのギターをずっと演奏してきたというか、練習したりねしてきたので、もうこれに慣れてるんですけど、大きいサイズをねそんなに弾いたことがないので、実際どれぐらいこう違うものかっていうのはまだはっきりとは分かってない感じなんですけど、その2代目のギターでね、あのメイトンっていうギターを買ったので、そのメイトンギターは今ちょっと修理に出していてですね、それが、まあ、また戻ってきたらメイトンの話もしようかなと思ってます。はい、ではなぜニューヨーカーという名前になったのかということなんですけど、ニューヨーカーというのは、マーチン社がですね、マーチン社のね、創業者の方が1833年ドイツからアメリカに移住してきて、ニューヨークのハドソン川のほとりで工房を構えていたと。でその当時からもうずっと作っていたというね、まあ、歴史のあるギターというか、まあ、見た目もパッと見はね、そのクラシックギターにこう特徴が似てるというかね、それがおそらくそのサイズであったり、スロテッドヘッド、先ほど言ったね、穴の開いたこうギターのヘッド部分ということだと思うんですけども、それが最初は、まあ、ガット弦っていうのを張っていてですね、まあ、現在のこの鉄弦っていう、まあ、鉄なんですか、これ鋼なんですかね、多分これに変わっていったということなんですけど、その歴史の流れがあって、でこの、まあ、大まかにそういう場所を指してニューヨーカーで後から呼ばれるようになっていったみたいですね、そのこのギターの形がということです。はい、でこの呼び方っていうのが、僕はねちょっとね初めて知ったことがあるんですけど、これ調べててパーラーギターという呼び方もあるんですね。パーラーギターとはこう数人を相手に弾くぐらいの小さめのギターということですか。まあ、だから先ほど言ってたドレッドノートね、その大きめのマーチンの D28 アコースティックギターの基本となる、
まあまあ、サイズというかね、サイズもそうだし設計ですね、そのギターの、まあ、それがこう本当にこうライブ会場とか、まあ、多分スタジオ録音でも一番よく使われているギターなんですけど、こうプロの方とかのね、そのギターと比べるとやはりこうパーラーの、パーラーギターのね、パーラーの意味が小規模な人の集まりということでですね、そのライブとか、まあ、路上とかでねやってる人はやはりドレッドノートを使ってる人が多いんじゃないかっていう話ですね。はい、まあ、ただ僕は今までこう使ってきた感覚で、まあ、実際ライブをやってる回数もそんなにないというかね、家で部屋で弾いてる、練習してるってことが圧倒的に多い僕からすると、まあ、全然この今のギターでこう不満を感じたことはないというか、これがねだから大きいライブ会場とかでもし弾き出したらどう感じるかわからないのですけど、まあ、僕のギターもしばらくこのピックアップねっていうのを、まあ、壊れたままだったというか、それを、まあ、少し前にこう修理を出してですね、ピックアップをさらに直して新しく取り付けてライブでもねこう使えるようにしたので、そのあたりは今後楽しみではあるんですけど、はい、なので今回ねパーラーギターという呼び方っていうのがあったんだということをちょっと知れたのも、いろいろ調べてるうちにねこう楽しかったことだったんですけど、多分ねおそらく今まで僕このギターを表でねこう持ち出していろんな人に、まあ、見てもらったりすることもあったと思うんですけど、その時にクラシックギターみたいですねみたいなことは言われたことがあったというか、それはやっぱり耳に残ったんですけども、パーラーギターってこう言ってた人ももしかしたらいるかもしれないんですよね。でもちょっとパーラーギターって初めて今日知ったというか、呼び方をね検索したらいろいろ出てきたんですけど、まあだからそういうのを誰か言ってた人がいても聞き逃していたかもしれないなっていうことなんで、これってまあ本当に奥が深いなっていうか、一つ調べ出すともうどん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 ねこう調べることになっていくっていうかね、奥が深くていろんなこう、あそうなんだって思うことが出てきて楽しい発見が本当に多いんですけど、だから英語がもし得意じゃなかったとして海外にでもそれ旅行は行けるじゃないですか。で必要な単語はこれなんだな、旅行してるうちにねその必要な単語だけで結構旅行できたりするもんなんですけど、でも本当はやっぱりもっといろんな言葉を知ったり使えるようになっていったらもっとね周りの人が言ってることが分かったりとかするようになると思うんですけど、だから海外旅行にそういう英語のレベルのねそのあまり考えない状態で行くのと、あまりこう音楽用語とか知らずに、まあ、音楽がやろうと思えばできるっていうのはまあ一緒だと思うんですけど、でもまあこういろいろ知っていけば本当に楽しいですし、まあ、今回ねこういうアコギの話をずっと続けていくことでいろいろねこう新しいことがどんどん出てくるなと思って、すごい楽しいなと今回も思いました。それプラスこう見てる間にあこの話もできるなとか、あんまり掘り下げると1回が長すぎちゃって多分聞いてる方も疲れるんじゃないかなっていうのもあるので、まあ今回はちょっと僕のねこの初代ギターニューヨーカースタイルっていうのをね、まあ、これの名前自体僕以前から知ってたんですけど、まあ、なんでそういう呼ばれるようになったのかとか、他にどういうものがあるのかとか、自分の持ってるギター以外ってそこまでね掘り下げてなかったかもしれないので、まあこれを機に結構ね楽しくギターのねそういう専門店とか行ってそういう詳しい方と話したりする時でももっといろいろね楽しく楽しめるようになるんじゃないかなと思いました。であとニューヨーカースタイルのギターを使っている人で この人みたいなのがねこの検索して出てきたんですけど、ジョーン・バエズさんですね。もう名前も当然知ってて
CD はね借り落としたことはあるんですけど、たまたま僕はウッドストックのライブのこう DVD を見てて出てきた方っていうイメージなんですけど、この方そうなんだ、ニューヨーカーだったんだなっていう、もう一回ちょっと見直してみたいなっていうこともね、こうニューヨーカースタイルだったんだなっていうね、そういうのも思いましたけど、あと4そういういろいろ調べてて嬉しかったのが、とてもこう見た目がとにかくかっこいいって言ってる人が多かったですね。ビジュアルが最高とかね言ってる人がいてですね、まあそうです、まあその何どういう形がねかっこいいと思うかっていうのはそれ人それぞれだと思うんですけど、まあそういう方がいたね、そう言ってる方が多いっていうのはなんか嬉しいです。やっぱギターってこの僕が買った2代目のギターメイトもかなり見た目に惹かれた部分っていうのはあって、とってもなんかこう美しいギターだなっていうのはすごいあったんですね。でそのメイトンもかなりマーチンの影響を受けてるギターだと思うので、そういうのも含めてやっぱり好きなデザインとかはやっぱ自分の中にあって一貫してるなっていうのはあってね、今日話したスロテッドヘッドの話ね、この結構ギターの見た目で言うと僕ヘッド部分も こだわるというか、そうなんですね。メイトンもなんか黒いギターとかもいいなと思ったりもしたんですけど、こうヘッド部分がなんていうのかな、あのちょっとクワ型の頭みたいになってるのが割と新しいモデルにはまあほとんどそうなっているというかね。で結局そうじゃない、まあ、ノーマルヘッドっていうんですかねが欲しかったんですよ。僕はもうスタートがこのファーストギターがスロテッドヘッドだったので、で見た目は気に入ってるんですけど、このスロテッドヘッドはやはりこう弦交換の時にいろいろ検索とかしたんですけど、ちょっとここスロテッドヘッド最近はねあるんですけど、その当時はなんかあんまり見つけられなかったというか、スロテッドヘッドを対象とした弦交換の方法みたいなね、だからちょっとね最初弦交換で戸惑った記憶もありますかね。とか、まあ、やっぱりそういう部分ではこれからギターをもし購入考えられている方がいらっしゃったら、弦交換までを考えるとノーマルヘッドの方がいいのかなって、そっちの方がおすすめできるのかなって、まあ、経験上は思いますね。まあ、ただまあ今になってはもう本当にそういう見た目の部分とかもこのギターで良かったなって思いますけど、あとまあ見た目だけじゃないんですけど、このサウンドホールが割と小さいみたいですね。まあ、小さく感じますかね。まあ、それはまあいろいろ比べてみて思ったんですけど、最初のうちはねこれしかなかったんでそうは思わなかったですけども、そこがまあ特徴と言えるんですかね。やはり外でねこう路上とかをやってストリートとかで大きい音を出して歌いたいって人にとってはドレッドノートとか大ぶりなサイズの方が向いてるかもしれないですね。そのあたりはもう本当にそういうところまで考えた上で選ばれたら一番いいギター選びができるんじゃないかなと。結構ねだからサイズの話とか大事なので、そういった話もまたできればいいかなと思うんですけど、はい、もう一個いろいろこう調べてる間にちょっと面白いなと思ったのが、そのドレッドノート、先ほど言ってたマーチン D28 のねドレッドノートの由来というか名前の由来がイギリス海軍の戦艦ドレッドノートから来てるみたいですね。これは知らなかったです。はい、今日もここまでご視聴いただいてありがとうございました。現在概要欄から無料で僕がアコギだけで作ったアコギを演奏してそのアコギで作曲して作った全10曲のフルアルバムですね、これ限定で有料で3200円で発売してる会場だけでねしてるものなんですけど、これを無料でデータで同じ音質でプレゼントしております。
これからセカンドアルバムとかサードアルバム、そういうものが出てきた時にですね、プレゼントの内容が変わる可能性もあります。それ以外にもいろんな理由でプレゼントの内容が変わっていくこともあり得るので、このプレゼント自体レアになる可能性もあります。今のうちにぜひ手に入れてくださいね。もしその場合はですね、多分その場合っていうのは、こう会場とかで限定で販売してる CD 自体が、まあ、売り切れたりした場合ですかね。その場合はこのデータの方ももしかしたら止めてしまうというか、他のプレゼントに変えることもあると思うので、もしそういうねセカンドアルバムサードアルバムとかできてる場合とかもそうですし、まあ、他のプレゼントがね、無料プレゼントがご用意できた時だと思う、そういうものが用意できたらそっちに変えるかもしれないので、その時はファーストアルバムソールドアウトしましたみたいな感じで記入してると思います。でもまあその場合でもね、何か違う無料プレゼントを用意しております。他にもね、音楽活動に役立つ無料の動画であったり音声動画ですねとかもいろいろご用意してますので、ぜひそちらのリンク見てください。ではありがとうございました。また次回もお楽しみに。